だから住所バレちゃうなと思って一番やばいなと思って言ったら店の場所バレていいんですか店の場所バレない公開してるから逆にバレないとやばいですもんねはいどうもどうもサブチャンネルなんですけどはいはい、はい、うち無人島から帰ってまいりました帰ってこれたんですねはいであのもうすぐ戻さなきゃいけないんですよねえそうですだからあの毎日投稿がまたスタートした時に、はいはいはい、金髪だと生きてるんじゃないかって思われたんですそうですね怒られちゃうんですぐ来るのも戻そうと思ってはいはいはい早速来てくれたんですそうですねすぐ戻しに来ましたありがとうございますはい、そうそう了解ですはいよろしくお願いしますじゃあやってみましょうはい、はい、じゃあ準備しますはいでも海水浴びなかったんですよ、頭はあ、そうなんですかはいえ、けど入りはしたんですか足は入りましたねえ寒い、寒かった寒かったですびっくりしましたあ、寒いんだって思いましたあ、で、今ちょっと寒いですかあ、はい沖縄より東京の方が高いですえマジで沖縄超寒かったですよいや、もう染めらんないですよやばいっすか？どんくらい染めらんないっすか2年ぐらいえそんな染めらんないっすか襟足とかは2年ぐらい染めらんないっすかそうっすねもう染めらんないっすか染めるのは危険染まんないっすか染めらんないかないやマジっすかいいって言ってくれる人のところで染めますもう死にますよ死んでもいいなら染めます神があってだから髪もサバイバルしてるってことですねそのせいでもっさーってなっちゃいますよじゃあ進めていきますはいお願いしますこれ美容室あるあるでこの状態で放置されるときありませんなんてそのなんか髪の毛っていうかなんかその顔だけさらされてはいじゃあこの状態でちょっと待ってくださいってあるじゃないですかまあまあめっちゃ恥ずかしくないですかタイミング的にいやけどねありますよねしょうがないのはもちろん分かるんですけどこの状態でほっとかれたときに、はい、僕一回トミーさんですよねって言われたんですよ死のうかなと思いましたこれもう完璧ですよすげえ、こんな黒くなるんですねじゃあ、さっき話したホホバオイルを、はい、いや、ありがとうございますすごい、なんか僕、あとオールバックで動画出てますね、今オールバックで動画出てるし、髪の毛の痛みが全部治りました治ってない治ってないですよ、なんか治りましたね、完全に手触りが良くなってるだけですあれので、ホホバオイルなんですけど、つけすぎちゃうと、はい、ベタついちゃうんで、はい、ほんのちょっとで大丈夫です、はい乾かす前につけるんですか。そうです。基本的に今日からやります。で毛先をメインに。で上の方は本当軽くでいいんで、あんまりこうつけすぎちゃうと本当なんか一日お風呂入ってない人みたいなぐらい無人島の僕ですね。なっちゃうんで、はい、そうです。はい、ということではい、ありがとうございます元通りになりましたお疲れ様でしたありがとうございました、本当に一回やっぱ黒の方が僕も落ち着くんですようん、全然黒の方が落ち着くんですよいや、もう今もう指も通るんでうん、だいぶ回復したわけじゃない回復しましたしてえ、お客さんの中ではいどんくらいですか今年入って何番目に痛んでますかいや、多分いや、1位です1位っすねそんなやばいんだろうなありがとうございます本当にはいありがとうございましたということでサブチャンネルで黒染めしてみました、はい、マーシーさんのチャンネルを下に貼っておくので、はい、ぜひそちらもチェックしてみてくださいはいよろしくお願いしますありがとうございましたはいありがとうございました